こんばんは、うりほたるです。ハイドインサイドライブ2024ゼップ名古屋。7月23日、24日、2日間行ってきました。ハイドさんライブのレポ感想の動画です。よかったら最後までご視聴ください。ゼップ名古屋へは日帰りで新幹線で行く予定でしたが、前日の JR 東海の脱線事故で新幹線が終日止まっていました。翌日動くのか心配だったんですが、無事動いていました。7月23日火曜日、平日です。仕事を搬救して、新幹線で新横浜から名古屋に向かいます。富士山は曇りで見えず。5時ちょっと前に名古屋駅に着きました。6時会場まで少し時間があるので、ハイドさんが前に SNS で紹介していたツバメパンのオムレツサンドを買いに行きました。テイクアウトにして帰りの新幹線で食べます。ツバメパンはナナちゃんがあるあたりの地下道を入って道路を渡った先にあります。ツワトラ発見。裏側は見えないようでした。23日はリセールで運よく2階指定席が取れました。2階指定席の待機場所は入り口の右側にありました。会場から30分後ぐらいに中に入ることができました。グッズ売り場が中にあったので、アクスタを追いグッズしました。当たりは入っていませんでした。2階の中央上手側の席でした。フル動画を別に上げているので、この日のライブの様子はそちらを見ていただければと思います。7月23日は金子先生のお誕生日だったので、中央にグリーンのギターが飾られていて、デビルサイドの後、ヒコさんのピアノでエバーグリーンのワンコーラスを歌ってくれました。予定になかったのに急遽ピアノで伴奏したり歌ってくれたハイドさんが本当に素晴らしかったです。この日初めてツアーで安室奈美恵さんのカバーハイド&シークをやってくれてすごい好きな曲だったので嬉しかったです。なんかハロパを思い出しました。自分を殺して撮影してたんですけども、ハイド&シークの時はちょっと興奮して抑えきれなかったです。アヘッドの時はハイドさんが2階席に来てくれて、それもすごいお騒ぎになっていました。9時過ぎに終わりました。泊まれたら楽なんですけども、猫の世話があるので新幹線で家に帰ります。一生帰る気がしないピオリン。新幹線は空いていました。ゼップ名古屋、また明日来ます。テイクアウトしたオムレツサンドと赤ワインで乾杯します。名古屋の夜と人生に乾杯。卵料理はあまりワインに合わないので期待してなかったんですけど、このオムレツサンドはチーズが入ってるみたいで、味が濃厚でワインにすごい合って美味しかったです。こちらもハイドさんが SNS で上げてた天むすです。天むすはご飯がすごく美味しくて、卵サンドの後の追い炭水化物だったんですけど、ペロリと食べちゃいました。両方ともまたリピートしたいです。撮ったばかりの動画を見つつ、新幹線晩酌で帰りました。炭水化物祭り、美味しかったです。7月24日水曜日、新横浜から新幹線で再び名古屋に向かいます。持ってたので富士山見えないかと思ったら見えました一瞬。いいことありそう。ゼップ名古屋。帰りはお店が混んで品薄になるので先に夕飯を買ってロッカーに預けてから会場に向かいました。名古屋2日目の正番は400番台でした。昨日の分まで今日は暴れます。6時15分ぐらいに中に入ることができました。上手の2作目の3列目で見ました。6時22分ぐらいに1作目にすごい推しが起きてたのが見えました。2作目は平和で、609でちょっと推しが起きてましたけども、だいたい平和でした。6時66分開演。ハイドさんギラギラ軍帽にバンダナサングラス、黒いシャツに黒い上着。軍服の勲章みたいなワッペンが二の腕とかについてて、将校みたいな感じでした。シッ
666でサングラスを取っていました。インディスヘルあたりまで軍帽をかぶっていた感じです。名古屋初日はずっと撮影して我慢してたので、この日は最初からすごいハイテンションで盛り上がってました。ディフィート前、名古屋ちゃんハイドインサイドライブへようこそ。最善の人たちを指して、ここは運よく両番が取れた人たちでしょう。でも一番激しいとこですよ。逃げるなら今のうちですよ。案外後ろに下がった方がよく見えたりするよ。残っているということは覚悟ができてんだな。激しく来ますよからのディフィートでした。Gアビスは軍帽をかぶったまま歌ってて、すごい雰囲気良かったです。619前、ここからは天国か地獄か君たち次第。この曲は分かってるよね。ちょっとずつ下がって座ってぶっ飛ぶ準備できてるか。みんな全然座れてないのでできてねえじゃねえかって言って、中腰でいいですって言って、3は3のことね、もう誰も笑わないねって言って、割と早めに619が始まりました。この辺りから2作目もセンター付近はすごい詰まってきてて、札幌までの瀬取りではこの619の後6曲続けて激しい曲がミセレまで続くので、やばいなとかって思ってたら、瀬取りが変わってて5曲でした。マッドコーリアの止めるとこで、昨日も良かったけどもっと上が見てえな、ミスタージュリアンから続きが始まってました。619、マッドクオリア、シックの後 MC が入って、楽しんでるって聞いてきて、みんな楽しいって言って、名古屋以外の人、名古屋の人って手挙げさせてて、昨日来なかった人って言って、あんまり手挙がってなくて、で結構来てるんだねって言ってて、でその後なんか突如かわいいかわいいよって言い出してて、すごい笑顔でなんか嬉しかったです。でまた楽しんでるって聞いて、名古屋以外から来た人もいるから、名古屋美味しいものがたくさんあるよねって言ってて、でうなぎ食べてないって言ってて、ケータリングにあるかと思ったらなくてって言ってて、でみんなって言ってて、水飲んでね、塩大事、塩なかったら自分の腕舐めればいいよ、みんなって言ってて、前の人とかねって言って、さらにって声が上がって、デオドラント大事って匂いの話をしてて、自分は大丈夫って思っててもやっとくのが大事だよって、たまにかわいそうな地域がある、ぎゅうぎゅうで汗だくだからねって言ってて、なんかハイドさんが客席に近づいた時とかに匂ってるとことかあったのかなとかちょっと思いました。ハイドさんが渋谷の楽器屋の前で塩不足でフラフラになった話をまたしていて、星が飛んでいてサングラスが反射してるのかと思ったって言ってて、楽器見に行ったのに具合悪くなっちゃってタクシーで帰っちゃった、塩大事って言って、塩好きって聞いてきて、でその後ハイドがって聞いてきて、みんながすかさず好きって言って、そしたらよく聞こえなかったハイドがあってもう一回聞いてきて、みんな好きって言って、なんか今日甘々だなってちょっと思いました。でなんか笑いながらメンバー紹介しようかって、このなんかハイドが好きとか聞いた流れでやるみたいな感じでちょっと笑いが起きてました。ジュリアンって言ってジュリアンコールと拍手が起きて、パンパパパンみたいな、なんかタモリさんがやるみたいなやつやってて、でヒコニャンスーパーピアニストで、ヒコさんもジュリアンさんと同じ拍手のやつやってて、アルバムもうすぐ完成、ヒコニャンには随分手伝ってもらった、あと1曲ミックスしたらキンキンに出ます。ハイドさんさっきから口に毛が入ってくるって言ってて、バンダナの生地がほつれてなんか口に入ってたみたいで、口に入ってくる毛ってやだよねって言って笑ってました。続いてカドシュンさんで、カドシュンは最近お酒飲まなくなった、その分ジュリアンが飲んでるって言ってました。でヤスくんはいつも最後に来る、ヒーローは最後に出てくる、行くよって言ってから用意するよねってまた言ってました。一
番ヤングな可愛い子ちゃん、スーパーベーシストガブリエルで、ガブリエルさんが真ん中の立場に立ってベース弾いたんですけど、これまでカウントダウンだったんですけど、デビ祭でした。で、デビ祭の後がミッセレで前半が終わりになったので、一曲後半に移してました。正直ちょっと命拾いしたって思いました。それぐらいちょっと激しくはっちゃけてました。後半、カドシュンさんが出てきて、ドラム缶が出てきて、もう中にハイドさんが入ってるって分かってる人が多いので、ちょっと笑いが漏れてました。カドシュンさんがドラム缶を叩いて、それに合わせて音を流してるんで、実際はそれほど強く叩いてないんだと思いますが、蓋が動くぐらいには叩いてました。ハイド&シークの返しと合わせて、蓋が大きく飛んでハイドさんが出てきました。ワンコーラスぐらいはムチ持ってるの隠してて、サビのところで右手にムチ持って、ムチ振るいながらの軍帽ハイド&シーク最高でした。23日の何も持ってなくて、なんか踊りながらハイド&シークもすごい良かったんですけど、ムチがすごく似合います。コール&レスポンスのところでスクリーンにハイド&シークの文字が映されていました。16曲目アヘッドではステージではジュリアンさんとヤスさんがギターをお立ち台で弾いてて、ハイドさんは2階に現れてました。後ろは遠かったのでステージでサポメン祭り見てよかったです。ハイドさんはヘッドが終わる前に早めにステージに戻ってきていて、カドシュンさんの後ろに現れてました。軍帽をかぶっててめっちゃギラギラ光ってました。アヘッド後に MC でハイド&シークはどうでしたか、カドシュンに叩かれまくって中で耐えてますって言って、耳を塞いで耐えてる動きをしてて可愛かったです。次は笑う淑女っていうドラマの主題歌に使われた曲ですって紹介してて、まさかこんな曲でいいのかって思ったって言ってて、こんなメタルコアな曲をオープニングにしていいのかなって思ったって言ってました。曲がブリーディングだったんで、まあ激しい曲なんですけど、サビ部分は結構メロディアスだから、まあ、なんかありだよなとは思いました。ハイドさん、部分的に繋いだらよかった、うるさいところはカットされてるけどねって言って笑ってました。ブリーディングのコール&レスポンスのところ、実は日本語ですって言ってて、みんなえーってびっくりしてて、ゴーゴー打っちゃいな、ゴーゴー飛んじゃいなって言ってるって言ってて笑いが起きてました。後で字幕出ると思うから歌ってって言ってて、でえ、ジュリアンが作ったって言いたいのって言ってて、なんかジュリアンさんが自分が作曲したからなんかちょっとアピールしてて、でもハイドさんはメロディー作ったのは俺たちだけどねってヒコさんとハイドさんのことを言ってて、でジュリアンさんがなんでブリーディングやんないのって言ってきて、思い出して今日なんかセトリに入れましたみたいなことを言ってたんですけど、ドラマが東海テレビだから名古屋がちょうどいいかなって思ってって、本当に忘れてたのか狙ってやってなかったのかちょっとわからないような言い方でした。でブリーディングっていう曲ですって言ってブリーディングが始まりました。本当に字幕が出てゴーゴー打っちゃいなって出てきて、なんかすごい面白かったです。言われなかったら日本語だって思わなかったと思います。であと2曲一緒に行こうぜからのグラスカーが始まって、最後セクブラで終わりました。最後ありがとう、また帰ってくるからな、首洗って待ってろよって投げキスしてはけていきました。帰りはちょっと雨が降り出していて、でも汗だくだからいいやと思って傘はささないで名古屋駅まで歩きました。土曜の牛の日だったのでひつまぶし弁当とサラダとスイカ、名古屋の夜と人生に乾杯。ひつまぶし弁当が想像以上に豪華ですごい美味しくて嬉しかったです。また前日に撮った動画を見ながら新横まで晩酌で帰ります。明日仕事なんですけど、平日の遠征は体力きついんですけど、やっぱり行ってよかったなと思いました。
名古屋2日間楽しかったです。この週末は男鹿、その次は六金、さらにその次の週は仙台と、夏の激しいハイドさんが続きます。嬉しい悲鳴。ご視聴ありがとうございました。